よし、今日もやっていくか。お決まりの、ロードからね。前回は、そうだ、バブーが来て、追い返したんでしょ？で、ペドローがなんか、仕入れる、アップ仕入れるとか言ってたよな。あります？おー、やあやあ、お客様。お約束のトラップを入荷しましたぞ。あるね。かかしジャンプ台、それにぐるぐる台。いずれも意気投合のトラップですぞ。全部もう持っておられるとな。それは失礼をおぼいたしました。このペドロ、恥ずかしいですな。ですが、トラップというものはたくさん持っていても決して損にはならぬものですぞ。ん？トラップラン増えてるわ。一緒だね。なこれ。これ1個買っ、1個買って、何個も買えるのか。まあ一応1個ずつ買っとく？ん？これ設置してるからない。かかし。高えわ。買えねえ。トラップの使い方を知りたいならば、何はともあれ三角ボタンでトラップのヘルプを見ることです。そう。またアストロネットも大事ですぞ。実体験に基づいた使い方のコツが満載されておりますからな。アストロネットに書いてあるのか。実体験。じゃ、ピートと話してからでいい？ね、バブーはこの星の裏側に住んでいて、毎日朝早くに住処を出発し、ここへ歩いてくるようですね。かわいいな。野菜食べたいんだな。めっちゃメール来てるわ。トラップ。いっぱいあるね。変身の RE ついてくけど。アフィさんに見たな。ついては何？大変だ。突然うちに変な生き物が来て、畑の作物を食べ荒らしてしまった。調べたらバブーっていう生き物らしいんだけど、トラップを使うと撃退できるらしいと聞いたけど、どうすればいいんだ？アボガド。アボカド、アボガド。キクラゲ誰？ トラップが欲しいなら、出入りしている商人に話してみることが一番。あと、農業ロボットが入植の時に持ってきてることもあるよ。チェックしてみて。ああ、くれたね。初期ね。なんか俺あれだな。メーリングリストみたいな。三上くんって誰だよ。 ほとんどのトラップは一匹のバブーについて一度しか動かないよ。ただ、落とし穴なんかは例外だね。バブーはまっすぐ進んでくるから、それを何としても邪魔するんだ。バブーはスタミナがなくなって疲れちゃうか、やる気がなくなると帰るよ。バブーのやる気は時間が経つごとに減っていくから、とにかく時間をかけて粘るんだ。ただ、やる気やスタミナはバブーによって違うから注意。まだバブバブーにしか会ってないからな。野菜。なんかだんだん、なんかメールとして機能してきてるな。みんなやりとりしてんね。質問属性ってなんだ？安永。野菜の種や成長中の野菜の情報を見ると、すごくいろんなことが書いてあり、正直よくわかりません。重さとか栄養とか、農業ロボットが数値で教えてくれるのですが、これは具体的にどういう基準になっているんでしょうか？いいね。知りたいわ。答えがある答え。管理者から来てるわ。簡単に言うと、属性の値が高ければ高いほど野菜として価値が高くなります。当然、売却価格も高くなります。一般に現在の市場では、重たくて大きくて模様が美しく栄養があり、甘い野菜がいい野菜とされています。ただ、コンクールは農業者の手腕を競う場なので、一般的な良い野菜が評価されるとは限りません。高レベルのコンクールでは一般的に悪いとされる属性が評価されることもあります。どういうこと？結構むずい。シビアなのかな。なんかまた挨拶来てる。農業ロボット協会。住島様。ピートがお世話になっております。私どもは銀河唯一の農業ロボット専門財団法人、農業ロボット協会です。農林ピート1号ことピートは、私どもが製造し、AI 教育を施し、回路調整をし、万全の形で送り出した優秀な農業ロボットです。ねえ、結構かわいいやつこれ。
これまで数々の農業ロボットを送り出してきましたが、ピートほど素直で利発な子は、そうたくさんはいませんでした。きっとご満足いただけると信じております。どうかピートを可愛がってやってください。海の親兼育ての親としてお願いいたします。お、なんだな、まだあるな。なお、テンガロン村およびソンブレロ市に私どもの支部がございます。ぜひお立ち寄りくださいませ。では、ますますのご飯へお祈りしております。いいね。購入後のサポートメールみたいな来てるわ。だってよ、ピート。あ、さっきと一緒か。写真館なんか増えてんな。なんこれ、バブーアルバム、バブバブー B の3。あ、すごい、見れる見れる、かわいい。害獣とは思えんな。特にモデルを見るだけ。あ、下からも見れるぞ。無駄に舐め回せるわ。オッケー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 。いろいろいるっぽいな。じゃ戻って、うーん、畑はまだね、成熟してないからね。トラップ配置、さっき買ったやつ置けるってこと？あ、置けるね。右左ってやってさ、また真ん中持ってくるわけでしょ。ここにもう一回左右って置くか。左視点変えられるんだっけ。あ、変えられる。これいいよな。おお、こんなズームできんのか。左右ってやってさ、これさ、遠くに置いた方がいいんじゃないの？え、これどうなるんだろう。これ距離離せば離すほど歩く距離が長くなるってわけじゃないのか。また真ん中戻ってきてまっすぐ歩いてって感じでしょ。ちょっとよくわからんけど、これ行ってみるか。あ、間違えた間違えた間違えた。ここでな。こんなもんか。あ、双眼鏡見てみるか。来んのかな、誰か。あ、いるわ。今日は一体のバブーが出現する模様です。誰だ、こいつ。バブバブー。またバブバブーじゃん。ほとんどジャンプできませんね。なんだ、ジャンプできないやつ来る。ちょっと、終了して。どういう意味なんだろう。ジャンプできませんねは、ジャンプしまくると疲れるってこと？あ、来たわ、来たわ。緑色、なんかすげえ口紅みたいな。どうなの？これ R でしょ？まっすぐ進んでもらって、ぐるぐるして左行くだろ？目回ってんな、ちゃんと。この後よね、左行って。お？どこまで進むんだろう。まっすぐずっと進んでくれんのかな。あ、疲れてるわ、こいつ。あ、よし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 。おい、あ、あ、そこまでしか行かないんだ。あ、でも戻るんだ。あ、そういうことか。ジャンプさせて。で、まっすぐ行って。あー、ここで帰っていくと。はい。芸術点、110点。ちょっと上がったね。緑色のあいつはジャンプが苦手なんだね。お、旦那様旦那様、今朝の屋を掃除してたら、納屋を掃除してたら、いいものを見つけました。え、浅底落とし穴というトラップを5個見つけましたよ。これめっちゃあんじゃねえか。浅底落とし穴はバブーを捕獲できるとても便利なトラップです。ただ、起動すると1日でなくなってしまう。あ、消耗品なんですよ。大事に使いましょうね。あー。さらに詳しい情報が知りたいときは持ち物リストで、浅底落とし穴を選び、三角ボタンですよ、と。消耗品もあるんだね。ちょっとこれトラップ配置変えようぜ。そう思ったんだけど、このジャンプさせた後に、右に行かせて、で、左に、みたいな。往復させまくろうぜ。ああ、これで行こう。まだ置けるっけ。ああ、落とし穴ね。あ、ジャンプ台もあるわ、そういや。ジャンプ台、でもな、こう、これじゃあ一個、もう一個こっちもいいんじゃないの、これ。左右やって、めっちゃ移動させて、ジャンプ台。で、なんだ、ここに行って、どれくらい戻るんだ、こいつ。
わかんないね。動きが、マジ挙動がわかんないな。3マス行って、さっきここ、なんて言うんだろうな。3マス戻るみたいな動きしてたよな。どうすんの？ここに置いてみる？ちょっと一応。向き。後ろにね。ちょ、こうやってみよう。これでいいや。で、畑を見に行って、あ、オッケーオッケー、完全成熟してるわ。いいね。株が。あっつつつ。株回収して、ポコッとね。で、そうね、新しい種とかないからね、しばらくは株を育てまくるか。めっちゃあれだけどな。種が余りまくってるけど。オッケー。で、一応双眼鏡でまた見て。おい、2体来てんじゃねえかよ。今日は2体のバブーが出現するものです。何こいつ。パンツ履いてんだけど。バブニー。バブニー来た、バブニー。顎の見張ったやつが目立ちます。もう一度、バブチャカ。なんだこいつ。こいつも見張ったやつじゃねえか。バブチャカってなんだよ。2体来たらどうすんだ？どういう挙動になるの？どういう動きすんのこいつら。メールは？あ、来てるわ。メールに書いてねえかな。ぐるぐる台の質問がまずあって、アジジ。はじめまして、私は農業を始めたばかりの初心者です。私の星にバブーが出現したので、慌ててトラップを集めています。現在手に入ったのはぐるぐる台というトラップなんですが、使い方がさっぱりわからないのです。なんだか R と L の2種類あるみたいなんですが、どなたか使い方をご教示ください。これさ、ちょっと詳しいマスのあれとか載ってっかな。バリオンくんが変身してる。アジジさん、ぐるぐる台の使い方がさっぱりわからないということですが、持ち物のヘルパーちゃんと見ていますか？アイテムの基本的な情報はあなたの農業ロボットが知っているはずです。人に聞く前に、まずヘルプ情報を自分でちゃんと確認してくださいね。手厳しいな。でもこんなん、まあ変身してくれるだけ優しいか。三角ボタン押せよと。優しいね。逆にな。冷たいように見えて。ちょ、見てみるか。俺もさ、実は書いてあるのかな？ 3 マス動くとかさ。あ、しかもこれ使ってるやつ見れねえわ。ちょ、あれだな。ペドロから買う画面で説明見てみるか。他の売ってるかもしれんしな。売ってねえか、まだ。ぐるぐる台 R。でもな、何マス動く、乗るかみたいな、動くか書いてないんだよな。ああ、売ろう、野菜。押し株をまたいっぱいできたよ。あ、間違えた。5個。あ、いいね。かかし、まあ、1個でいいんじゃないかな。あ、短い時間で2回以上回されると、それはもう何が何だか分からなくなるのです。そうなると、バブーがどこへ行くのか仕掛けた方にも予想がつかなくなってしまうのですと。あ、そういうのもあるのか。短いスパンで回転させるとどこに行くかわからない。これ大丈夫かな？あ、でも、一旦ジャンプさせてこうだから。まあ、ちょっとやってみよう、これ。多分さ、3マス戻るんだよね。ってことはさ、まあ、こっちにしてみるわ。こっから、L に行って3マス戻るから、ここに来ると思うんだよな。どうなんだ？で、かかしがギリギリ、ね、ここ見てるから、ここでやってみようぜ。バブ2体来るって、ちょっと不安だな。どうなるかな。あー、種植えたよね、これね。種。あ、植えた、植えた。行こう。さあ、どういう、何これ、1体ずつ来るってこと？え、これもしかしてさ、1日1回しか起動しない？今日の最初のバブはバブニーです。まず、回転させるだろう？えってなってるけど。めっちゃ目回ってるわ、こいつ。ここ、そうだよね。ここで行くよね。で、また回転させて、あっちやるじゃん。あれ？これってことはさ、ジャンプ台1個、意味ないな。え？こいつ、まっすぐ進みやがった。これ行けるんか？え？どっち行くの？どっち行くの？あ、まっすぐか。かかし。ナイス。
ああ、よかったー。あれだなー。2回目の R 意味なかったな。芸術点も下がっちゃった。結構難しいぞ、これ。あ、来た来た、バブチャカ来た、バブチャカ。何このデザイン。背中に何ついてんの、こいつ。行くよね。カサカサしてる、なんか。歩き方がカサカサしてるよ。目回ってら、ちゃんと。かわいいな、こいつ。これでもう一回目が回るのかどうか。あ、だんだんやる気なくしてるね。あ、効かないわ。あ、これちょっと配置変えなきゃダメだね。まっすぐ行っちゃうもんね、これでね。で、戻るでしょ？あ、かかし来て。ああ、よかったよかったよかった。野菜は守られたわ。あ、これで一日終わりと。ちょっとさあ、双眼鏡まず見るわ。なんだこいつ。あ、またバブニーだ。ちょっと色が違うわ。このバブニー。同じ名前でも色変わるんか、もしかして。ちょ、トラップ変える。ダメだこれじゃ。飛んで、なんか予想と違うんだよな。こういって、こういって飛ぶんだけど、右に行かない。あ、ちょ、もう忘れちゃったよ。どう動いてたっけ。右に行って左に行って、なんかここで止まった。2マス戻るのか。2マス戻るのか。だから2マス戻らせてこう行って、またこっちに乗って2マス戻らせてこう行って、こう行って真ん中戻ってかかしか。これでいいのか。2マス戻るんだね。ここで行ってみようか。畑はまあ多分大丈夫で。ちょ、ピートの話聞いて。あ、お茶ね。日本茶飲みたいね。アストロネット。トラップについて、あ、ぐるぐる台。おいおいおい、なんか来てんぞ、大事な話。二毛作。あじじさん、大変ですね。お、こいつ共感してるぞ。ぐるぐる、あ、優しい優しい。ぐるぐる台は地面に置いておいて、上に乗ったバブーをぐるぐる回して混乱させるトラップです。R と L というのは右と左の意味です。ぐるぐる台 R に乗ったバブーは混乱して右に曲がることが多いのです。確定ではないっていうのが肝だよね。ぐるぐる複数使えない。あ、これこれ、なんか同じようなこと言ってるわ。シベリア人から来てるわ。人種の名前になってっけど。シベリア人って。ぐるぐる台の話題が出たので私の話も聞いてください。安くて使い減りしないぐるぐる台を私も使っているのですが、これって複数使うのはとても危険です。ぐるぐる台に2回引っかかったバブーは思いもかけない方向に進みます。R とか L とかいうのを信用しすぎちゃいけません。昨日、痛い目に遭いました。泣き。やっぱそうだよね。なんか、俺もそうだったからな。複数置く意味ないってこと？まず野菜の質問もあるわ。ヘルプ情報の丸は？デルソル。素晴らしいコーナーですね。いつも楽しく拝見させていただいてます。ところで、野菜の種のヘルプ情報の見方なのですが、私も一つわからないことがあります。情報の中に青い丸や点が並んでいるのですが、これは一体何ですか？農業初心者でお恥ずかしいですが、どうぞご教授願います。ご教授だったり、ご教授願いますだったり。なんかリアルでは本当に、本当のメール見てるみたいだ。いや、メールなんだ、本当のメールなんだけど。アストロネットのな。じゃあ、これでまたちょっと、こいつとバトルしてみるか。